じゃあ朝の体操を始めます。じゃあ最初はですね、いつものラジオ体操からね。これ一度たるまずあるね。はい、では音楽をスタートします。今日も頑張って体操体操体操。まずは正しい動きをご覧ください。背伸びの運動から、はい、前から上に上げて横へ下ろします。腕で背筋を伸ばします。腕と足の運動、1、2、3、4。腕を横へ振り、足もかかとを上げたり下ろしたりしながらしっかりと曲げて伸ばします。5、6。腕を回します。外側へ、内側へ、肘をよく伸ばして大きく回しましょう。1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。横へ腕を振って斜め上に上げます。5、6。胸を反らせます。1、2、5、6。横曲げです。左横へ曲げてもう一度曲げます。右横へ曲げてもう一度曲げます。繰り返しましょう。5、6。前後に曲げます。弾みをつけて柔らかく3回曲げて、手を腰に上体を反らせて戻します。もう一度、1、2、3、4、5、6。腕を振って体をねじります。左側、右側、3、4。斜め後ろへ大きく振ります。4、体側へ、右側、左側、3、4、5、6。足を戻して腕と足の運動、肩、上、肩、下、力強く素早く腕を曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6。足を開いて斜め下、柔らかく2度曲げて正面で胸を反らせます。反対側へも2度曲げて正面で胸を反らせます。1、2、5、6。大きく体を回しましょう。腕を伸ばして大きな円を描きます。反対側へも大きく体を回します。1、5、6。足を戻して両足跳びです。1、2、3、4。開いて閉じて、開いて閉じて、1、2、3、4、5、6。腕と足の運動です。1、2、3、4。腕の振りと足の曲げ伸ばしに合わせて呼吸を整えます。深呼吸です。深く息を吸って吐きます。5、6、7。繰り返しましょう。よいしょ。はい、ラジオ体操はおしまいですね。はい、ではですね、次は上半身をほぐしていきますよ。はい、じゃあまずは足を前に出します。で、片方の肘を持ってぐーっと自分の方に引き寄せます。1、2、3、4、5。で、反対腕で1、2、3、4、5。はい、今度は手を上に上げます。上で肘を持ってぐーっと脇を伸ばしてきます。1、2、3、4、5。はい、反対腕で1、2、3、4、5。はい、ではですね、今度ですね、タオルを1本持ちます。タオル体操をしていきましょうね。散歩の、どうかね、散歩の歌ではね、
まあ、まだね、まだ。はい、ではですね、タオルを最初短めに持ちますね。まず短めに持ちます。そして前にぐーっと伸ばして背中をわざと丸く猫のようにしますよ。5秒。1、2、3、4、5。はい、もう一回。今度やるとき、しっかりですね、背伸びするときみたいにぐーっと頭も下に出すように、あまり無理しないでやってくださいね。1、2、3、4、5。はい、今度上です。上に手を上げて、頭と腕の感覚がですね、あんまり変わらないように右に倒していきます。5秒いきます。1、2、3、4、5。反対側。1、2、3、4、5。今度はですね、こうやってフリフリしてみましょう。めっちゃだ。はい、で5回いきます。1、2、3、4、5。はい。全上げてるの疲れますね。はい。で、今度は頭の後ろに、首の後ろにタオルを置きます。この時ですね、今から手を上げ下げするんですけど、あんまり短く持つと大変な人は、このタオル長く持ってね、やってくださいね。はい。じゃあ、ゆっくりやっていきます。肩甲骨が動いていることを意識しながら、10回ゆっくりいきます。はい、今ちょっとね、この辺いっぱい疲れたので、短く持って、ぎゅーって伸ばします。で、伸ばして伸ばして、上下にさせてみて、また伸びるところを変えてみて、はい、今度反対の手、伸ばします。ぎゅーっと伸ばして、上下にして、伸ばすところを変えてみて。はい、今度ですね、後ろですね、後ろでタオルを持って、ここで振ります。 5回。1、2、3。疲れるくらい。5、疲れる。そうです。で、ここからですね、ぐーっと前の方にタオルが振るように、5秒いきましょう。1、2、3、4、5。ちょっとですね、今度二の腕のところをですね、この夏になるとね、この辺、女性は特に気になるんですね。頭のところに肘が来るように、こういうふうに絞りますね。ね、タオルを後ろから前、後ろから前、こういうふうに持ってきます。ちょっと前に突き出すように、ここの筋肉を意識して、じゃちょっと大変だけど、10回やってみますよ、せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。結構疲れますね。はい、ではですね、次はタオルを持ってリズム体操をやっていきます。散歩の、そう、散歩、隣のトトロの散歩の曲をね、使っていきますね。ドラレのトトロだ。はい、じゃあミュージックスタートします。最初ですね、歩こう。
私は元気、歩くの大好き、どんどん行こう、坂道トンネル草あばら、一本橋にでこぼこ砂利道、私は元気、歩くの大好き、どんどん行こう、ミツバチブンブン花畑、日向にトカゲ、蛇はひるね、私は元気、歩くの大好き、どんどん行こう、キツネもタヌキも出ておいで、探検しよう林の奥まで、友達たくさん パッと動いた時に何か多分揺れたんだね。よいしょ。はい、ではですね、次はですね、今上半身だいぶほぐれたので、今度下半身ですね。柔軟体操とバランス体操とやっていきましょう。次は、ね、では次の、いや、立ったままになる。はい、ではですね、最初ですね、返却します。足をずっと膝を下の方に押すような感じで、片方の足は曲げる。で、ぎゅっと。1、2、3、4、5。はい、反対の足です。1、2、3、4、5。はい、今度アキレス腱いきますよ。前の足は曲げる。後ろの足は伸ばして、前の方にぎゅーっとですね、5秒間いきます。1、2、3、4、5。もう一回やります。1、2、3、4、5。はい、反対足です。よー、アキレス腱伸ばしますよ。1、2、3、4、5。はい、もう一回いきます。1、2、3、4、5。はい。今度ですね。もうやった。今度膝をですね、抱えてみます。ぐーっと。やっぱりね、ふらつくと危ないので。ちょっとバランス心配だなって人はこういうとこ捕まってこういうふうにやってくださいね。じゃあ5秒間いきますよ。1、2、3、4、5。あ、はい、反対の足です。1、2、3、4、5。はい、今度ですね、後ろで足を持って、持てる人は両足持ったら大変だ。両足持ったら大変だ。両足持ったら大変だ。両手で足を持って。
え、なんか捕まりたい人は捕まってやってくださいね。うん、5秒、5秒、せーの。1、2、3、4、5、今日は、うん、反対やつです。1、2、3、4、5。じゃあ今度はですね、足をですね、横にして持ってみましょう。横にして。この辺すごい伸びますね。せーの。1、2、3、4、5。はい、反対足です。さあ、どうするかね。1、2、3、4、5。せめてのどこか捕まってやる。はい、ではですね、次は今度は足をですね、こうやってあのバランス取るんですけど、バランス取りながらも筋トレをしますよ。筋肉鍛えてますね。歩くときとかすごい大事ですね。前後ろ前後ろっていう感じで、じゃあどっか捕まってやってくださいね。このバランス取れなくて転んじゃったりしたら私助けに行けないですね。はい、じゃあ5回いきましょう。1、2、3、4、5。はい、反対足。4、1、2、3、4、5。はい、今度は、じゃあ、横ですね、横。で、まずこの体勢で10秒いきます。
10秒いきますよ。せーの、せ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、反対足。せーの、せ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。気持ちいいね。ちょっとですね、今度足を少し開いて、この状態で肩を中に入れていきます。ここも伸びるし、この辺も伸びる。反対側。ガコの感じだよ。やった？はい、次は2番。次は。今、下半身ずっとやっててね、疲れました。ちょっと揉みほぐしてあげましょう。使ったら、揉みほぐす。最後ですね、ちょっと肩甲骨のところをこうやって回していきましょうか。後ろから前、後ろから前。で、10回いきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度反対、前から後ろ5回やります。1、2、3、4、5。はい、ではですね、最後にリズム体操をしておしまいにしようと思います。結構疲れますね。暑いですね。よいしょ。では、ミュージックスタート。スタート。よいしょ。じゃあ最後にレースを。Thank you.
はい、ビーフリーです。今日も今日もいっぱい動きましたね、朝からね。ね、用事があるんでお先に失礼。はい、ありがとうございます。ではですね、最後深呼吸しておしまいにしようと思います。はい。疲れた。はい、では。はい、ちょっとね、これから静かな時間を過ごしたいなっていう人は鼻から吸って、口から吐く。これからちょっといっぱい活動するぞ、元気に行くぞっていう人は、口から吸って、口から吐くっていうふうに。ちょっとね、自分でね、その辺決めてみてくださいね。私は今日は口から吸って、口から吐くでいきますよ。はい。深呼吸3回いきます。いっぱい吸います。いっぱい吐きます。いっぱい吐きます。いっぱい吐きます。いっぱい吐くとね、いっぱい吸えますからね。もう一回吸います。はい、吐きます。いっぱい吐きますよ。最後一回いきますよ。いっぱい吸います。いっぱい吐きます。吐ききる、吐ききる、吐ききる。はい、はい、では今日の体操の時間はおしまいです。ありがとうございました。ありがとうございました。泉先生、大野さん、ありがとうございます。大野さん、なんか髪切ったり、ありがとうございます。かわいい。